リタ・フォードことカーメリタ・ロザンナ・フォードはイングランド出身のアメリカ人、ロックミュージシャン、シンガー・ソングライター。ガールズバンド、ザ・ランナ・ウェイズのギタリストとして知られ、解散後は HR、HM を主体としたソロ活動で成功を収めた。声種はメゾソプラノ。1958年9月19日にロンドンでイギリス系の父親とイタリア系の母親との間で生まれた。 彼女が4歳の時に家族でアメリカへ移住、11歳からギターを弾くようになった。17歳となる1975年にガールズバンドザ・ランナウェイズに加入しリードギターのパートを務めた。1979年のバンド解散後はソロで成功を収めた。1988年当時ソロ活動における最初のスタジオアルバムは1983年に リリースされた。翌年にも2枚目のスタジオアルバムをリリースし、ビルボード200で65位にランクインした。1988年には、オジー・オズボーンとの共同作曲が収録された、スタジオアルバムをリリースし、1キス目デッドリー・野球バックツー・ザ・ケーブ、にクローズ・マイ・アイズ・フォーエバー、サン・フォーリング・イン・アンアウト・オブ・ラブがヒットした。1995年、アルバム、 ブラックのリリースを目途に活動を休止指標部隊から遠ざかっていたが2008年になって活動を再開している。元 WASP のクリス・ホルムズと結婚していたが後に離婚。ジム・ジレットと再婚し男児二人を設けたが2011年に離婚した。ありがとうございます。